もう苦しむ顔見えたんで。わあ。来た来た。よっしゃ。おはようございます。よろしくお願いします。まず行政名簿を書いてもらうんで、名前、住所、連絡先までお願いします。わからないときは船長にお任せで、それが一番確実。船で行くときはこの出て行くときが一番ワクワクする。以上。頑張ります。釣り場に着いたらどこからやるかを決めて、でその後餌を作る。はい。で餌できたら少し巻いておいて、魚を捨てる間に仕掛け作ったり、はい、あと朝ごはん食べたり。はい、じゃあ船長下ろしてもらって、ここ着いたんですけど、はい、ここはもうイカダともう一つ、うん、ああいうポツンポツンって船があると思うんやけど、あれがカセっていう、カセ、あれも釣りをしてもらうところ。何も周りがないですね。これが釣り場です。はい。でまあ最初イカダ着いたら、まず荷物を一箇所にまとめてもらって、はい、あんまり散らかってると後の段取りとかも悪くなってくるから。なるほど。でその後餌作り、はい、餌をしっかり作って、で自分が釣りしたいところに餌を撒いていっぱい、はい、でその後道具を作る、はい、その道具作ってる間にお魚が多分寄ってくるんで。なるほど。餌をじゃあ最初に作ります。はい。自分はリールを使った竿でやって、でキリちゃんは簡単な方の、ノベ竿っていうリールがない竿。リールがない、はい。で、仕掛けの方はもうこういう簡単なセットが市販されているので、見てもらったら分かるように、はい、浮きもついてるし針も結んである。本当や。で現場ついて、この延べ竿の先っぽにこの仕掛けをつけるだけですぐ釣りができるっていう、簡単な方でやってもらいます、ね、でもこの簡単でもいっぱい釣れるはずなんで、じゃあ早速仕掛け作っていこうと思うんで、はい、これはめちゃくちゃ簡単、うん、でこういうのお店行ったらいっぱい種類あるけど、うんうん、基本的にはもう一緒、針と浮きがセットになってる、うん、仕掛け開けると最初にこういう輪っかになってるところがあるから、うん、そこに一回糸を通してこうやって、はい、でこれを先っちょに通して、あとはもう引っ張るだけ。うん、でこの仕掛け作りの時によく竿先折ったりするから、うん、一番やるのは仕掛けを作る時と片付ける時、そこだけ注意してやっつける。であとは伸ばしながら仕掛けを、竿も伸ばしていく。竿はこうやって継ぎ目があるから、ここだけしっかり引っ張って、はい、うん、で少しずつ、でもし一人でやるときはもうこっちの仕掛けの方を下に落としちゃって、こうやって、うんうん、であとは伸ばすだけ。浮きをどっちが好き？もうじゃあ長い、長い方で、うん、こういう浮きゴムっていうのがあって、うん、これに刺すだけ。で自分がこの餌をどこまで水中に入れたいか、どれぐらいがいい？もう基本的には釣り始めてから調整していくんやけど、うん、最初はこれで1キロっていう単位、1キロ、手いっぱい、うんうん、1キロからも2キロぐらいあれば魚釣れると思うから。はい。でこの浮きゴムに本当刺すだけ、
で、まあ、抜けないようにちょっとしっかり刺してもらって、はい、これで完成。早い早いやろう。で、仕掛けができたと思うんで、次、餌。はい、もう餌ないと魚は釣れないんで、うん、今回使う餌、フィッシュワゲットっていう餌で、うん、本当に簡単、通すだけ、うん、針に、まあ、針の大きさに合わせて2粒から3粒ぐらい、中が泣いてるからそれに本当に通すだけ、うん、ちょこっと針先が出るぐらいまで、針の頭を持って、うん、針先を下向ける、下向けたい、で、まっすぐ、針はもう基本的には下向けてやるのが一番楽かな、はい、これで魚がなかなか首渋くなってきて、うん、釣れなくなってきた時にはもうオキアミとかも使って、うん、はい、で人間と一緒で魚も同じものばっかり食べてると飽きてくるのかはわからないけど目先変えると、あの餌変えたりして目先を変えると、うん、大きいのが食ってきたり、うん、そういう時もあるから。なるほど、もうオキアミとフィッシュワゲットがあれば十分釣れる。じゃあ次、餌作り。はい、で巻き餌って言って、魚を寄せるための餌、うん、で針には付け餌って言って、うん、魚を食わせるための餌をつける、うんうん、で巻き餌、本当に磯釣りする人はすごいの作るんやけど、もう簡単なやつ今回作るから、うん、こういう粉と、あと網エビを混ぜる、一緒に。でこれ常温保存可能やから、もう解凍、溶かす必要もないし、でいい匂いもする。これはフルーティーな香りがする。釣り餌って臭いっていうイメージが特に女性はあると思うけど、まず最初に網エビをバッカンの中に全部入れちゃう。しっかり絞り出して、でこれフルーティーな香りがするんやけど、あ、全然臭くない、うん、こういう粉餌ってもう使い方で、ね、裏面見るとちゃんと説明書きがあるから、一番重要なのが水分の量、うん、それはしっかり説明書きで書いてある。これは 900cc、うん、100cc から 500cc まで料理みたいで、これで 900cc 測る。まず 500cc ドバッと入れちゃう。で残り900に足りない400を、でこのままだとダマになるから、うん、しっかり溶いてもらって海水 で、 おでその後にこの粉全部入れる。バーッと入れちゃって、でもこれは何だと思うやろうけど、こんな感じで、パン粉とか、うん、あと貝殻とか青のりとか、本当に魚が好きなものがいっぱい混ざってる。混ぜたい。はい、甘い香り。甘い香り。どれぐらいまで？もうこのパサパサが見えてたら、うん、ダメやからスコップの裏面使って押し付けながら、うんうん、あ、すごい、もう固まってきた。硬さ的にはもう握ったらこうやってまとまるぐらい、すごい。これが大体の目安で、これを巻くためにはこういう餌巻き用の尺っていうやつがあるから、これで、巻いて魚を寄せる。はい、巻き方やけど、このバッカンの壁を使って、うん、すくったやつをしっかり押し当てる、うん、こういう風に巻くときにこう振りかぶったりしたりときに柔らかいと後ろ飛んでいくからそんなに投げる。もう足元巻くだけやったらこれぐらいで、うん、
今回やる、ノベザをここは遠く投げれへんからもう近くで、なんか飛ばしてみたくなるのもっと巻くの、もうじゃんじゃん巻いたら、はい、最初魚が寄ってくるまでは多めに巻くのがおすすめ、はい、で魚が寄ってきたと思ったら徐々に、もっとあっち、いやもうここら辺でいい、ノベザを、さっき用意したノベザをが届く範囲に巻いてもらったら、逆に届かない範囲巻くと向こうに魚行っちゃって釣れへんから、あ、そっか、じゃあこの辺でリードを使った釣りだともっと遠く投げれるから仕掛けを、うん、その時はもうこれぐらい飛ぶし、やりたいえ最初はそんなもんすみません、はい、じゃあしっかり餌巻いて、よっしゃ、魚釣りましょう、釣りましょう、やりましょうか。で巻き餌は浮きの周りに基本的には巻く、うん、なるほど、ピンポイントや、ピンポイントで。あ、グレー出てきた、見える、あれ見える見える、え、なんか来たよ、いっぱい、あ、当たり、え、あえて浮きが沈むと魚が食わえてるっていうのが分かる、釣れてるの、こうやって思いっきり沈んで一呼吸置いてから合わせる、来た、お、見えた見えた、来た来た、これはグレーやな、へぇよ、はい、すごいこれグレーっていう魚で、うん、青い目が綺麗、これもな小さい方で、うん、大きいやつやったら40センチとか50センチとか、何回かこうちょこちょこって浮きが沈んで、うん、その後もう当たりがなくなったら、あの付け餌が取られてる可能性があるから一回あげよう、はい、よいしょ、はい、付け餌取られてます、はい、お、当たり、まだやで、まだやで、はい、沈んで沈んで、今ツンツンつついてるから、あ、いつ、よっしゃ、えんちゃうか、えんちゃうか、来た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 、えー、なんて、落ち着こう、ゆっくりゆっくり、ゆっくり、はい、ゆっくりゆっくり、大丈夫大丈夫、あ、バレた、引っ張りすぎた、惜しい、ね、残念、グレーが多い、当たり当たり当たり、まだやで、うん、あ、え、いついつ、合わせろ合わせろ、もういいの、もう一切、ゆっくりゆっくりゆっくりでな、ゆっくりでいいでな、持っとるだけでだん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 浮いてくるで、頑張れえ、まだ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 、ゆっくりゆっくり、ゆっくり上げるの、竿の力で魚が浮いてくるから、うん、ゆっくりゆっくり、これはアイゴやな、ゆっくりゆっくり、来た来た、よっしゃ、え、もういいの、取ったるわ、はい、やったやったなんやけど、はい、アイゴって言ってヒレに毒があるそうなん、触れへんってこと、触れへん、危ないはい、バイバイ、今の当たり分かった、うん、浮きが沈んで、でも引くタイミングはまだまあフィッシュワゲットで餌取られたから、うん、次ちょっと朝言ったように目先変えてワゲットとオキアミを一緒に刺す、はい、でオキアミはもうちょっと大きいから指でちぎっちゃう、はい、見ました。
可愛いけど何て言ったかな。これはイシダイの子供。チヌク歌。チヌク歌。なんでわかるの。来た。おお。来たで。すごい、見えたる見えたる。見える魚。見える見える。うわすごい引っ張ってる。こういうでっかい魚はもう慌てずゆっくり。逃げてかへんの。いや、こうやって水面で空気吸わすと、うんうん、だん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 弱ってくるから、もう落ち着いてゆっくりやったらいいから。でもう弱ってきたら大きい魚は玉ですくう。これはチヌ、チヌ、関東では黒鯛っていう。40センチぐらいかな、これで。大きい。もう食う瞬間見えたんで、しっかり食い込ませてから合わせ入れたらかかりましたね。